次のニュースです去年、札幌市で2歳だった池田小鳥ちゃんが衰弱して死亡した事件で十分な食事を与えず死亡させた罪に問われ無罪を主張していた母親に札幌地方裁判所は食事を与えるという最も基本的な責務を果たさず誠に悪質だなどとして懲役9年を言い渡しました。 娘の小鳥ちゃんに十分な食事を与えず衰弱した状態で放置して死亡させたとして保護責任者遺棄地死の罪に問われましたこれまでの裁判員裁判で検察が懲役14年を休憩したのに対し里奈被告は娘が衰弱していた事実はないとして一貫して無罪を主張していました今日の判決で札幌地裁の石田俊一裁判長は亡くなるまでの6週間に 体重が急激に減っていたことなどから死因は低栄養による衰弱死と認められる被告は入浴させる際などに衰弱の様子を認識していたはずなのに育児支援を受けようともせず交際相手との遊興を優先したことはあまりに無責任というほかないと指摘しました。その上で、食事をを与えるという最も基本的な責務を果たさず、

これについて裁判所は保育園に預けられなくなった去年4月下旬から亡くなるまでの6週間で体重が1.5キロ減ったと推定されることそれに、小鳥ちゃんのおなかの脂肪が僅か数ミリの厚さしかなかったことなどから低栄養による衰弱死と認められるとしました。はい あのこの裁判ではその死因のほかにも生存のために保護が必要な要保護状況だったかどうかこれについても検察側は亡くなる1週間前には衰弱を認識していたのに交際相手の藤原和也被告と一緒になって必要な保護を与えなかったと指摘しました。一方弁護側は 入浴や歯磨きなどの世話をしていたりな被告が食事だけを与えないという虐待をしていたとは到底考えられないと反論しました。今日の判決は、入浴などの身の回りの世話をする際に、小鳥ちゃんの体格から低栄養の状態だと認識できたはずだと指摘しました。また、頭や顔にできた皮下出血にほとんど気がつかなかったという被告の供述は信用できないとも指摘しました。 そのうえで裁判所は亡くなる前日までのおよそ1週間のうちに病院に連れて行くなどすれば命を救えたのにリ奈被告は交際相手との遊びを優先して保護責任を果たさなかったと結論づけました。あの一方で懲役14年の求刑に対して今回、懲役9年という量刑となりました。はい、ここれれは上場酌量されたとといううなんでしょうか。 裁判所は一審で懲役13年を言い渡されている藤原被告の量刑と比較して理由を説明しましたこの中では障害の刑事責任も問われた藤原被告よりも責任が重いとは言えず里奈被告は当時若年で未熟さや想像力の乏しさが影響した面もあるとして懲役9年を言い渡しました専門家も次のように話しています 交差相手の方うの関与の度合いがかなり大きいんだというところを認めたのだと思います2人の力関係といいますか、そういう中で、どうしてもその主導的な人と従属的な人が出てきた場合、従属的だというふうに認定されれば、それはその違法性、悪さの程度は低いんだというふうに認定される。 法廷で被告はハンカチで涙を拭いながら判決の読み上げを静かに聞いていましたただ言い渡しのあと被告の弁護士は全く納得できない判決だと話していて控訴すれば引き続き二審で争われる可能性もありますここまで取材を続ける関口記者とお伝えしました NHK ではこの裁判の内容を傍聴期としてまとめ特設ページに掲載をしています 今画面の下に出ています QR コードスマートフォンで読み取っていただくか NHK 札幌放送局のホームページからホットニュース北海道ウェブのページにアクセスしていただければその傍聴器をご覧いただけます。